はい、他く君、今日はね、INFJ が語る第5回、えー、ENFJ と ESFJ の違いとか言ってね、第5回とか言って、ちょっとタイトル変わってますと。はい、他く君、どうぞ。どうぞ、まあ、どうも、他君ですと。はいはいはい。えー、今回ね、はい、ネタがないので、オープンチャットの方でラインの、えー、ENFJ とじゃないや、なんかネタないとか言ってね、聞いたら、うん、ENFJ と ESFJ の違いについて語ってみたらどうすかって言われて、まあ、この、 機能に注目して見ていくと性格の違いっていうのは結構わかるんだけどふと思ったんだけど、うん、ENFJ と ESFJ について興味ある人ってどれぐらいいるのかなって、うん、INFJ の私は思いましただから多いのそもそも人口<が>分布としては ENFJ とかと ESFJ はあレアキャラだと思うよこれもう。 かなり INFJ はレアキャラなんだけどそのレアキャラさゆえになんか自称 INFJ が多いんだよね。でそれで,それで人気が出んだけど、うん、ENFJ ってそもそもそんな心理学興味ないと思うんだけどねうん ESFJ をだってここ見て、うん、ENFJ 主人公でしょ、えー、外交感情補助内交公官でしょでここのメンツ見る限り胡椒、うん、かなえとか渦巻ルトと,とか。 もうなんか行動してるよねさっさとないよねこの人の、うん、私はみんなのためになりたいんだ頑張るとか言って動いてるよねおとにうん、うん、じゃあこの ESFJ って領事館って書いてあるけど外交官情補助官閣の方で、えー、とかまどねず子ちゃんとか甘露寺みつりこの人たちも動いてるよね、うん、いや目の前に困ってる人がいる助けないと,とって <laughs>、ね、そうねなんかすげえバカっぽく当たってるんだけどうん、うん、まあその下のさ ISFJ に比べたらだいぶマシなんで許してください。ISFJ はやばいだろうこれ。ほんと。これはやっとかな。IQ デバフが特大だからなこれ。何回見ても低いよな。あのちゃんとかいるからねここ。 <laughs> やばいよね。でまあちょっとこれ見方を簡単に、ね、説明すると主機能と補助機能と第三機能と列島っていうのがあってこれユング心理学の言い方なんだけど例えば ENFJ だと主機能がこの FE の外交感情で補助機能が内向直感のこれうん、NI。で第三機能がこの反対側の TI の内向思考で列島っていうのがえー、っとん あ違うわ間違えた。<ん>間違えた。俺が作るつもりでやってた。はい、間違えました。どういうことかわかるわか,かんないけど、ね。えっと、いや、だから要するに INFJ のつもりで作ってたから、レッドが SE になってた。 <で>はあ、両方ともさこれ主機能がさえっ、ー、と外交感情なんだから列島が内向思考に行かないとおかしいわけよ。でしょ反対だもんな。うんでまあそれで列島、うん、機能っていうのは一番苦手なやつでこれ鍛えると結構いいんだけどって話で,で第三機能っていうのはまあ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 そんな得意じゃないよねっていう。うん <laughs> えで補助機能っていうのはこの主機能を補助するって感じ例えばみんなが何を考えてるかピキーン分かったみたいなでこれに対してみんなが何を考えてるか私は感じたとか言ってうんでこの私は感じたと私はピキーンってどういう差が出るか分かるかねうどういう差うんだから何て言いたいんだ 君内向感覚だから分かるだろう今目の前の状況をしっかりと見て目の前の状況だけで判断するって感じああそうね確かにで、うん、この NI っていうのは内向直感っていうのは今目の前の状況を見てなんでこんなふうになってんだろうとかなんでこんなことを考えてんだとかこいつなんかこういうことやりそうだなとか言って直感するのうん、うん、洞察するってやつなのでここの違いがあってだから うん俺はよく言うんだけどね INFJ ってねお母さんなんよ <laughs> みんなの「もうこの子たち大変よ頑張ってよ」とか言って「こんなことしてたらろくなことにならないからちゃんとして」とか言って <laughs> はい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 でそれが全人類に対してやりだしたら主人公になるわけよああ<ー>そんなことしてたらダメだってわよとか,か、ね悲「悲しいわ悲しいわそんなこと言うなんて悲しいわ」とか言って <laughs> <laughs> だかる うんで IQ はぜバフ度がなしなんだけどまあ頭の良さがもうもろわかりないよねこの人らそうね良さっていうことは悪さももろわかりないよね <laughs> だから頭がいいとあこの人頭いいなっていうわけで頭が悪いとこいつバカだなってなる <laughs> <laughs> で ESFJ は<ー>えっと何だろううん えー、なあコメント困るなこれかまどねずこちゃんとみつりちゃんでしょ他の漫画でこのキャラないのとか言うてね多分ねいっぱいいそうな気もするんだけどただこの外交感情自体がね日本だとレアキャラなんだよねうんうんうんこういう人見たことあるないよあんまいないでしょ特にね漫画関連にはねいないと思うこういう人ら うん、いたとしたらね、あのー、例えばこの2つタイプってね結構人気者だからすぐ結婚して子供できて家庭を営んでると思ういい感じのわかる<い>で、うん、違いは ENFJ の方がちょっと口酸っぱいおばさんっぽい感じで ESFJ の方はちょっと娘感が強いんよねいつまでたっても。 ああ、なるほどね。うん、あと I. Q. のきつ感のね。そうそうそう、で、なぜそれが起こるかというと、ここの違いによって起こるんよ。うんうん。だから E. N. F. J. の方は、あの、この S. E.、つまり外交感覚で、外界を捉えて。で、N. Y. で直感していくわけね。うん。うん、で。 ISFJ の方はこの SI 内向感覚でえ自分のしっかり考えながらあの外側の未来を直感していくのかなって感じなんだけどこれ何の違いが最大に出るか分かるこの SE と SI まず感覚の違い感覚の違い君 SI でしょ SI の人たちってある特徴があるのよ頑固とか 違違違う違う違う SE と比べた時の明確な違いが SE と SI 何分かんな、ね、いえ服がダサいダメって言よ <laughs> <laughs> でもさ自分でおしゃれじゃないっての分かってるでしょいや分かってるからこそ無難なものに言ってるんだよ毎回でしょでしょで SE の人っていうのはなんとなくねおしゃれなものを見て、うん、あああれおしゃれだなと思って真似し出すから結構ねおしゃれだったりするのよ だからこの ENFJ っていうのは多分ね結構いい感じの服装してんだけどこの ESFJ はかなりとんちん感なおしゃれしてる可能性が高いでそのとんちん感なおしゃれ感が娘感というのも醸し出してるとも言えるんだけどまあ,あ,あ私はこう感じる、うんうん、そこにとどまってるからみんなのこう感情を洞察しないわけね、うん、そこも子供感が出てるだよ娘感が。 あなるほどねみんながこう考えていると私は確かに感じていますとか言ってもうこれねよく言っても20歳の女の人よまあそうね30歳でそんなことやってたらちょっと娘感が出るわけねかてか結構アパラファイアで周りから,らまあねうんでこの NE と NI の違い分かる直感のだからあ うちのか内分かられるひらめきと周りからの洞察っぽいやつだからえっとね正確に言うとこうなの内向直感っていうのはいろんな情報をまとめて精査して無意識化で答えがプイーンって出るだからこれだってなるうんうん、うん、で NE っていうのは答えが出ないから絞りきれないんよ可能性が外にいっぱいあるからその可能性を潰しちゃいけないよねとか言ってやるでその選べない感じがまた娘感がすごいんよ 優そう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 だからみんなの感情を感じつつも全ての可能性を消せないからうーんって決断できなくてこの「不思議ちゃん」っていうのが出来上がるわけよなるほどこの FE と NE が作用しあってで逆に今度この「成人君子」グループはえー、っと SE じゃなくて NI と FE かな っってていうのが作用しあって、うん、みんなの感情はきっとこうだからこうしてあげたらいいんじゃないのっていうこのお母さん感が出るのよおばちゃん感というかあーなるほどでしょだからこの成人君子グループの人って子供の頃からねちょっとね達観してるというか老成してるところがあってまあ男の人だとおっさん臭いというよりもむしろ老人臭い、うん、なんかもうじじいなんよう <laughs>、ね、うん、うん、うん これがね若い人とかだとこのじじい感というのがその達観したような雰囲気になってかっこいいクールなイメージになるんだけどまあ、年取ってきたらねうん、うん、説得力が出るんよ。ああ<ー>。あの人は、うん、洞察をちゃんとしていてしっかり考えていて、うん、よく人を見ていて人の感情のことも考慮しながら物事を語るなんというしっかりとした熟慮の人なのだとかいう扱いになりだすのこれ。それに対して この不思議ちゃんは <laughs> いつまでたっても <laughs> いつまでたっても子供感が抜けないんだよねでその子供感が抜けないあたりがまさにもう不思議ちゃんでだから性格っていうのはやっぱ機能によって決まるよねって機能の組み合わせうん、うん、ということで俺のこの分析の仕方というかものの見方っていうのは大体分かってきたそうですね分かってたそれとも今日結構分かったって感じ 何て言うんだろう,言,う言語化ができてない感じかな俺は<ー>大体たい。俺の場合こうやってペラ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 人前で喋ってるじゃんよくうんうんあとオープンチャットとかってさよくザクロさんあたりとよく喋ってるじゃんそうだそ,そこの部分の言語化のうん回数の違いなんじゃないのかな思考回数とか経験値とかああもうあるよね、うん、絶対絶対あるよねしかも俺なんか今あれじゃんずっとバスケの話ばっかりしてるじゃん 知らんけど知らん今ね、えー、っと毎日バスケの動画を15本ぐらい連続で上げてる暇ないや違う伸びてるんよお<う>伸びてるからやらざるをえないだろっていうのがあとみんなが喜んでくれてるからこれはちょっと作るしかねえなっていうわかるでしょ FE と SE がそれをさせてんのよ みんなが喜んでるし望まれてるしでコメント欄もたまに書いてくれてるのも好意的なメコメントもいいしなとか言ってこれはやるっきゃないっしょとか言ってこれがね INFJ と ENFJ の違いで <laughs> み,みんながやってくれてるからわ頑張ろうってじゃないああこれうん、うん、儲かってるねとか言って伸びてるねとか言ってこれでね決めるんなるほど、ね、でしょで内向直感が強いからこれだってなるわけよ うんうん、いやこれ ENFJ だとね「うん伸びてる伸びてる」ってるでもういいもの作らないと頑張ってみんなに「あ」とか言ってねうん、はい、動画多分作る本数が相当減ってると思うこの人たちああ<ー> ESFJ にいたってはそもそもがね人前で語るということがないんじゃないのかなうんないから ESFJ の特徴というか不思議ちゃんの特徴なんだけどサイコパスの連中って文章長いじゃんうん、うん あの、あるものを全部のっけようとするとこあるじゃんあるあの、落とすと損だからって情報をまた落とすとし当に最低限じゃかかんとこあるよねで不思議ちゃんの方はみんなに嫌われたら嫌だとかあの、これを書き逃したらあの、失礼だとか言って長い文章を書き出すねんこいつらああ配慮しまくった結果のってことだそうそうお前らとは違うん、黙ってないお,お前らは私が損したら嫌だからとか言って <laughs> <laughs> で甘えん坊ってどうなのって話じゃん。んこいつは好きかって書くんだろう、どうせ。あ好き勝手書くのと、引用が多い、権威主義で。ああ、なるほどね。で、精神人屈指はね、一番引用が少ないというね。ENFJ と ISFJ の違いを語るつもりが、えー、別のところの比較もしてみましたと。ということで、今回はね、えー、これ語ってみたんですけど、他の組み合わせとか聞きたい人いたら、えー、コメント欄にてお願いしますと。なんか最後に一言お願いします。 まあ特にな,なかった放送事故になってましたね今一瞬。ですね、じゃあ <laughs> おやすみなさーい。